さあ、しっかりエアプレーンモードにして、さあ、ここら辺からね、いきなりもう、ミュに走ってますけど、せっかくだから今日時間がそんなに余裕はないけど、なんか朝からね、なんかあのセキュリティというか、なんかあのアパートのオーナーの、何、ここのアパートを、僕の住んでるとこ、今持ち家アパートをあの買った人が個人でサブレンタルっていうか、貸し出ししてる、サブレントしてるんで、あの基本は結構みんな持ち家で住んでる人が多いんですけど、でなんかその何オーナーさんのコミュニティで、なんかビルマンション点検で、なんかマンションの安全性というか、なんか老朽化をチェックするみたいなんで、朝からあの結構大人数、5、6人がわさーっと来て、なんかそこら中写真を撮って、あの窓のハンドル壊れてるのとかをこう写真を撮って去ってったんですけど、30分ぐらい結構ね、ガチャ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 やってね、あのさ、こっちの人土足文化だから、ああいうの別に来てもらうのはいいんだけど、でね、一応土足文化なんだけど、なんか最近はそこら辺がこう、あの土足で入るのを、まあ、みんな嫌がる人が多分アメリカ人も多くて、なんか変なさ、シャンプーハットみたいな、シャンプーハットじゃないな、あのなんかあのシャワーするときにか、なんかこう頭にかぶる、女性が髪の毛濡れないようにする、なんかアフロヘアみたいになるやつなんて名前だかわかんないけど、なんかシャンプーハットだと、本当に、てかシャンプーハットって今あんのかな、シャンプーハットって言って通じる人いる、このシャンプーハット懐かしいな。でもいいやで、シャンプーハットはあれ、頭洗う用の、装置だから、上のあのてっぺんのところ開いちゃってますけど、そうじゃなくて、こうカバーする、濡れないようにカバーするやつをの、なんか足板みたいなやつ靴につけて、あれつけりゃいいと思ってんだよね、あの人たち。あれつけてさ、ガスガス入ってくるんだけど、結構それほんとつけてりゃいいって感じで、それでバルコニーとか外とか普通につけっぱなしで出歩いて、そこら中歩いてっから、もうなんかほとんど気持ちの問題みたいな、まあ、一応外はガツガツ歩いてないよぐらいな感じで、なんかねもうなんかそこら辺はもう、そういうの細かいツッコミ入れてると、この国で生きていけないんで、もういいんですけど、まあそれでガチャガチャ来て、でなんかパシャパシャ撮られて、で去ってったっていう、なんかそういうイベントが朝からあって、で今ようやく出社するところですね。で今日も引き続き、バイノーラルサウンドって言っていいのかね、 3D サウンドって、 3D 録音とバイノーラルサウンド一緒なのかな、あの例によってゼンハイザーのね、アンビオマイクで、多分時系列的にはね、ちょっと僕が今これ喋ってる状態と実際に動画に公開されるところに若干時差があるんですけど、僕がこの喋ってる段階では昨日ね、メインチャンネルでこのゼンハイザーのヘッドホン の紹介動画を、あの前半を普段のメインチャンネルっぽい感じの商品動画みたいにして、で後半にドリサンポをくっつけたみたいな感じで、トータルだとすごい長くなっちゃってるんですけど、まああの冒頭だけだと、まあ、それでも話長いんだけどね、10分くらい、なんかこの路面のヌルヌルがやだね、10分くらいの動画になってるんですけど、もしあの時間がない人は、あの前半と中盤のドリサンポをちょっと ザッピングしてみていただくといいと思うんですけど、そこでこのマイクについては説明したんですけど、やっぱりね、すごいみんな、まあ、あの、好みが最終的にはあるんで、まあ、周りのこの環境音が増える分ね、どうしてもそれはまあ、具体的にはノイズなので、まあ、うるさく感じる人もいますけど、まあ、
全般的には非常に高評価で、みんなこのもうあのこの 3D サウンドから逃れられないみたいな。まあ確かにね、でも一回これ聞いちゃって、昨日のそのさ、実験したやつがさ、まさに、途中で着信があったせいで、このさ iPhone で今録音してるんですよ、これ iPhone でね。だけどこれがさ、まあ、使用でさ、着信かかってくるとそっちにマイクロフォンデバイス取られちゃうから、それで録音止まっちゃうんで、あんまり電話かかってこないんだけど、ちょうどこの間その帰り道で、ドリ散歩で撮ってる途中になんか変なスパム、広告電話かかってきて、でそれをなんか受けたわけではないんだけど、着信した時点で強制的に録音が止められちゃったから、もうなんかこの後ろの人の気配すらきっとこのマイクは感じ取るんじゃないかっていう気もするけど、だからまあ今はエアプレーンモードにして撮ってるんですけど、で結果的にそれのおかげでまた内蔵マイクに後半戻るから、音のさ比較というか、こう結構じっくりとした検証できたんだけど、まあやっぱりね全然違うんすよね。だからなんか一回これ、今までさ GoPro Hero 7の内蔵マイクめっちゃ良くなったっつって、これならもう全然外部マイクマシで生きていけるじゃんって、あんなに感動、みんなで感動してたのがさ、いつの話だっていう話ですよ。あれもうほんの1週間ぐらい前だよね、みんなでもう GoPro Hero 7すげえ、内蔵マイクが超良くなったっつって、もうこれで外部マイク使わずに、外付けマイク使わずに、これだけで十分じゃん、生きていけるぜって、あんなにみんなで散々盛り上がったのに、このさ 3D マイクを手にして、すごいこの臨場感のある高音質録音を知ってしまったら、我々はさもうすでに戻れないみたいな、内蔵マイクありえねえみたいな。まあ声はね、話し声はかなり聞きやすい感じに、外のノイズをかなり抑えてくれるんで、もし仮にこの僕の話にね集中して、聞きたいという方にとっては、逆に内蔵マイクの方が良かったかもしれないんですけど、まあただ音質とかさ臨場感とかを考えると、まあ全然もうお話にならない感じなんで、だからまあこれは進化として、基本的にだ見てて自分でも楽しいもんね。なんか臨場感が全然さ、ドリ散歩を見てる、本当にヘッドホンで聞いてください。本当にヘッドホンで聞いてる時の楽しさがね、もうものすごいから、もうこういう風切り音ですらなんかどうぞどうぞみたいな、風切り音カモンみたいな感じになるもんね。今までだったらもうトラックの音とかなんとか来るたんびにイラってしてたんだけど、もうこれすら臨場感みたいな感じ、もうここ電車通ればみたいな感じになるんで、まあなかなかいいですよ本当に。なんか向こう側をということで、まあないっすよね、いろいろドリ散歩まだまだ煮詰める要素はあるなと思いつつ、今日はちょっとねもうお気づきでしょうが、ルートをこうなってくるとドリ散歩も気分を変えていきたいから、いつもとちょっとずつ違うルートを歩き始めようかななんて思って、これは覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、前のアパートね、屋根裏部屋みたいな家に住んでた時に、通勤する時に使ってたルートですね。1個いつもあっち側通ってるんだけど、今はあえてちょっと遠回りした感じですけど、1個内側なんて言うんだろうね、地図上で見て上を北と見た時に、左1個左側の通路でに前のアパートがあったんで、今のフォースって 4番目の道路、使ってたんだけど、今正面にあるのは3番サードっていう3番目の道路だから、これ1個ずれてるんですけど、そして今あえてフォースの方まで行ってサードに戻りつつ、まあ歩く感じ、気持ちいいからさ、何せめっちゃ気持ちいいから、
もうなんかちょっとぐらい遠回りしても運動ですよ。こういうところほら無駄にこういうところ登っちゃうもんね。全然この意味のないスロープを一回上がってみて、でさらに降りるみたいな。そこ、わ。でも意外とさ、この壁際に歩いた時とかも単に音の雰囲気が変わるだけじゃなくて、なんかちょっと反響の仕方とか僕の声の質感とかも結構変わるんですよね。ここに寄っていくと、ここでどのくらい変わるかわかんないけど、この壁際スルスルしてる時の話し方と、多分こっち側で少し開放感がある状態で話す時と、なんか声の反響の仕方とか入り方が変わってくるんですよね。だからすごい3D 録音ほんとすごいなと思って、そういう細かいさ情報が意外とアイデアとしては単純だと思うんですよね。あの耳に、両耳にマイクつけて撮ってるだけだから、まあ実際いろいろなんか処理がなんかあるんだろうけど、でもアイデアとしてはほんと耳の位置に、マイクを用意してみた。これなんか目の前通れなそうだから、ご覧から降りとく、やるっていうだけのね、非常に単純なアイデアで実現。単純っつうとまた怒られそうだけどね、実現されてんすよ。ということで、橋の工事いい加減長いな。はい、ほら見て、ここの橋の下もさ結構なんかやってんすよね。ここに浸水しちゃってんけど、奥の方。まあそんなことで、でですよ、で、あの時系列的に戻りますと、実際にはこの動画を、多分公開する頃にはそのメインチャンネルで、商品紹介プラスドリ散歩みたいに語った回の次の回で、今度あのスタートっていう電動キックボードに乗った回が、実はこの直前にドリ散歩タイトルで多分公開されてるんですけど、まあ公開されてると思うんだけど、それが結構悩ましくて、それはね、さすがにこの環境音ノイズがね、あの臨場感だって言うんだけど、あのキックボードに乗って、電動のキックボードに乗って海沿いバーって歩いた時、走った時に、いや風切り音がさすがにグワーっていう、もうすごい、まあ実際自分で走ってた耳でもものすごい風切り音聞こえたから、もうそれも本当リアルなんですけど、まさに自分が感じてた、今もそうですけど、この本当にね、でもこのマイクで聞いてる時の風切り音って、あの本当に自分が今こう歩いてる時に感じてる風の感じ方と音がすごい近いっていうか、同じような感じなんだけど、でもずっとグワーって音があの乗っちゃってたんで、まあ本当はこの GoPro の内蔵側のマイクが一応バックアップにもなってるから、そこはこっちに切り替えるべきかなとも思ったんだけど、やっぱ音質の差がね、ちょっと差がありすぎちゃって、ちょっともしそのやるんだったら、多分ピンマイクかなんか別に用意しておいて、そっちと組み合わせないと、ちょっとバランスが悪いんですよね。だからまあ一旦もう全部いいやと思って、風切り音も含めてあの見ていただこうと思って、もうそれはそのまましちゃってエンコードしたんだけど、まあ、ちょっとそこの反応がちょっと気になるというか、やっぱり風切り音がどのくらい我々がこのウェイト入ったから、風切り音をどのくらいに我々が許容できるかっていうのがすごい、まあでもそれでもね、すごい風ガーガーいってても喋り声はきちんと取ってんですよね。だからこのヘッドホンのマイクの、うわ、左奥からでかいやつが攻めてくるな。このヘッドホンの音の解像感がさ、すごい、なんかあのほら最近音動画っていうか、すごいなんだっけ、 ASMR って言うんでしたっけ、なんかその音動画流行ってるっていうのがなんかすごい分かった気がしますよね。なんかこのドリ散歩ももうドリキンさん喋んないでみたいな、
喋らずにただ街を歩いてっていう声があったぐらい、もうなんかこのノイズというかこの雑音感すら、あの高音質で撮れるとコンテンツになるっていう、まあ、クオリティは神だね。クオリティは絶対ですよ。なんだかんだ言っても、もうだって映像が綺麗だったり音が良かったりするだけで、今までノイズだと思って耳障りで聞きたくないと思ってたものすらコンテンツになるわけだから、やっぱりいろいろ言い訳をしてもコンテンツのクオリティを上げることにエクスキューズはないって感じだよね。本当正しいわと改めて思ったんですけど、まあそんで、この前回のドリ散歩はだからその風切りも今さん通ってるこのスキップですけど、これでね結構風切り音がガンガン乗ってしまったんで、あ、これちょっと違うな。スキップもなんかこれ新しいやつの感じがする。なんか昨日僕が乗ったやつもっとしょぼかった気がするけど、あ、あっちのモデルだ。なんかスキップがすでに2世代目になってるな。だからまあともあれそんなことで、ちょっといつもとだいぶ違うルートでサードストリートで歩いていく。やっぱだいぶ景色が変わるから、やっぱちょっと毎日ランダムにあの路地を変えていくのはありですね。もうさすがに同じルートで行くとみんな飽きちゃうから、ここのマックのお店潰れてない？わ、潰れちゃったよ。結構品揃え良かったのに、あのお姉さんどこ行っちゃったんだろう。なんかすごいいつもフランクに話しかけてくれるお姉さん、ちゃんと新しい仕事は見つかったんだろうか。ショック。いざって時に結構あそこ品揃えいいから頼りにしてたんだけどな。年に1回ぐらいしか頼りにすることはないんだけど、前ねあのイヤポッド買ったりとかね、どうしてもライトニングマイクなかった時に行きましたけどね、切ないね。でこう指ソフトね、指ソフト、あのウォッチドッグシリーズとかで有名な、あ、指ソフト見えないかもしれないけど、あれ指ソフトも移転するんだ。看板が指ソフトの U が取れてるじゃんと思って、ダッセーと思って、この指ソフトの U 取れてるじゃんと思ったら普通に移転するから、あのもう引っ越しで取り払ってんだな。またきっといいとこ行くんだろうな。もう今うは指ソフトだってさ、指ソフトとさエレクトリックアーツとさ、あとあのなんだっけ、エピックアンリアルエンジンのあとユニティはさ、もうバブルのバブルだよね。絶頂期だよね。もういくらお金使っても多分あの使い切んないっていうか、もうすごいことになってそうだけど、そう、そんで、まあそんでなんだっけ、レニューって何の身のある話もしてないけど、まあ何せ、ドリ散歩が進化したよっていう超ざっくりした話になってしまいましたけど、まあそんで、まあでもいいよね。これは結構メインコン、最近ちょっとプレミア、YouTube プレミアが入ったおかげで、まあドリ散歩をメインコンテンツ化して、まあ結構長いけど、メインチャンネルでガンガン更新させていただいてますけど、この 3D 録音に入ったら、もう本当に僕の中でも、あ、これはメインチャンネル昇格だなっていう、自分の中のなんかよくわかんない基準があって、これはサブチャンネルクオリティだよなみたいな、これはメインチャンネルかなというのをなんかこういろいろね、一応なんか言葉にはできない基準の中で振り分けてるんですけど、今までこのドリ散歩をプライム上映することでメインチャンネルに置くのがこうどん、なんか僕の中での棒だ。それでいいのか、このダラダラしたコンテンツでいいのかっていうのもあったんだけど、まあほらこの 3D 録音になることで付加価値が1個ついたんで、これねポイントプラスで、メインチャンネルでなんか公開してもいいんじゃないかなっていう、自分の中のね基準が上がったんで良かったですよ。
なんとなく心がスッキリです。さあ、じゃあ、うわ、すっげえ、ここ20バイクが2倍に増えた。いろいろ、自転車も増えて、すごいね。さあ、じゃあ今日はこのサウスパークの中をぶっちぎって、もうすっげえまったりと出社してっけど、この毎度言ってる旧最初のツイッターオフィスの前を、最近はサウスパークからのなんかスタートアップのなんか立ち上がりとかあんまり聞かなくなったけど、まあそもそもそんなにスタートアップが昔ほどなんだろうね、話題にならないから僕も状況に疎いけど、新しいサービスが出てこないとね、なかなか厳しいですけど、でこの真ん中のでさ、このここがさ、非常にさ、ふかふかしてんですよ。この辺から子供向けの人工芝モードみたいになってて、ここの中が、やべえとこ通ってきた。こんな感じになってて、足元がね、すっげえふかふかしてんの。もう、あそこは、人工芝なんだけど、多分子供が遊んでもいいようになってるんだけど、こっから先はねリアル芝、リアル芝なんです。でこっちは大人たちとか犬を遊ばせるようなのかな、きっとちゃんと計算されてんだよね、いろいろ。いや気持ちいい、今日最高に気持ちいいな。あったかさと涼しさ、今 T シャツ1枚で、薄手の T シャツ1枚で歩いてるけど、まあ汗ばむ感じもちょうどいい感じで、ベストだな、いい感じ。さあこんな感じで今日はいいんじゃない、だいぶドリ散歩としてもルートもいつもと違って、音も完全に、風切り音も定期的にちょいちょい入ってるけど、まあ臨場感を、演出するレベルの、今こうすごいね、風がちゃんと来ると吹くと音がひょーって、なんかこの風切り音を聞いてるとすごいゼルダしてる気分になるんだけど、なんか僕だけかな、ゼルダでフィールドを歩いてる気分になるけど、グライダー乗ってさ、最新のゼルダ、任天堂スイッチのやつ、あれそういえば終わってないな、結構頑張ったんだけど、2代目のなんか 2体目のあれで巨像ですでに鍛えてるっていう、あれはもうちょっと頑張りたいけどね、今更ゲーム実況してみようかな。さあこれでいつものルートに合流でございます。これで通常のドリ散歩ルートに帰ってきても前半戦は終了して折り返す直前って感じかな。帰りは今日はねちょっと多分また真っ暗になるんじゃないかな。一応最近 ISO400-800 まで上げて、前回ぐらいも800で上げて、ただあんま最近ね本当やっぱ一周してから、この間も言ったんだけど、シネマ風を諦めて、できるだけリアルな空気感を、なんか再現する方向にしばらく頑張ってみようと思うから、あんまり色味とかは全然、前みたいに空の青をちょっとブーストするとかもせずに、基本コントラストのカーブいじるとか露出いじるぐらいで、カラグレというよりはもうカラーコレクションから色修正してるレベルに抑えてるんだけど、まあ夜のやつもだからちょっと中間持ち上げるぐらいで、あんまり変えずに、まあノイズキャンセルだけかけてますけど、まあそれで撮ってるんだけど、まあどういう風に見えるか、そこら辺もちょっとリアルの、結構暗いんですよ、サンフランシスコ、本当街灯が少ないから、街中歩いててかなり、実際夜暗いんだけど、肉眼で見るよりも、
さらにちょっとだけ暗いかなって感じがするから、やっぱ肉眼に近づける意味でもうちょっと調整の余地はあるんじゃないかなとは思ってますけど、まあそんなこんなで、じゃあ一旦前半戦をこの辺でお開きにしようと思います。ではでは。さあじゃあやりますか、今日もって帰りも、だいぶこのワークフローに慣れてきたけど、何せ二重撮りしないといけないんだけど、 iPhone でこの 3D サウンドを撮るためには一回 iPhone をね、あのエアプレーンモードにして、着信がかかってこないようにした状態で、録音開始しないといつ電話かかってきて、録音が切られるかわかんないんでね、これもまたカオスだな。結構このクラクションが殺伐感を物語ってると思うんですけど、今日これね、この1時間ない45分ぐらいの間にすかさず家に帰って、そこからまた、電話会議に入らないといけないんで、ちょっと急いでね、後ろの方で完全にもうなんかクラクションがずっと鳴らし続けられてるんだけど、やばいよね、この時間でもう7時半ぐらいで、この殺伐感も結構やばい気がするんだけど、もう昔はさ、7時とかになったらもう街ここら辺とか誰もいなくて、なんか道とかもガラガラだったのにさ、完全に今じゃもうみんなもどんどん家帰る時間も、こっからだってこの渋滞で毎日帰るわけでしょ、家帰るのだって下手したら結構遅くなるよね。だってあの前になんかで聞いたけど、あのうちのアパートのフロントでセキュリティしてくれてる人がなんかもう1時間ぐらい前、何年か前に比べて出勤時間1時間ぐらい伸びたとか言ってたもんね。なんかすごい道の混みがやばい気がするけど、だからつって市内はさ、もう高すぎてなかなか人が住める場所がどんどん減ってるし、どうやって生きていけばいいんだっていう本当に切実な状況がつながっているんだけど、いやなかなかねやばいっすよね。午前中何話したかもすっかり忘れてしまったという、なんか今日このまんまなんか木の実気ままに話してたら午前中と全く同じ話しそうな気がして、まあそれはそれでいいんですけど、怖いんですけど、何の話してたっけ。あ、そうだ、でもね、あのこの話をしよう。 iPad Pro 見ましたよ昨日。実は昨日これは言わないでって、まあいいけどさ、あの iPad Pro をさ、あのバスケさんのやつが届いたやつを見せてもらいましたよ昨日。11インチね、11インチモデルのあの iPad Pro 新しいやつ、やばいわこれ、あのしか言ってないんだけど、まあどうなんですかね。いやすげえ、いやちょっと買うなら11インチかなって、まあ買わないんですけど、本当にもう今回に関しては買わないんだけど、まかり間違って買うなら11インチ今回悪くないんじゃないかなっていうのをやっぱ思った。まあ、サイズ感とかね、いいですよね。まあそもそもオリジナルのジョブズのこだわった 10インチがこうタブレットはこのサイズであるべきって言って、決してそれよりも大きいサイズ、ちっちゃいサイズを作らずにこの 10,
順位チャーターのところでこだわるんだみたいなこと言ってたやつを、まあ結果的にそのオリジナルサイズに一番近いものをこうものなんで、画面こそベゼルが狭くなって広くなってるけど、本当あとね、なんかデザインも僕すごい初代の iPad に、まあ初代の iPad もうちょっとあのボテッとしてたけど、でもものすごいデザインが初代の iPad に近づいて戻ったような感じというか、あの昔の初代っぽいなっていう感じをすごい、もうなんかあんま覚えてないけど、でもそういうイメージがあったんで、あ、なんかすごい原点回帰してる感じでいいなとは思ったんですけどね。思ったんだけど、やっぱほんと値段がさ、もうちょっと見積もってみるとさ、一番安いモデルとかだって結局なんだかんだ言ったら1000ドルコースとか軽くいくでしょ。ちょっと10万円払うんだったらどうしようと思って、まあだから僕は今回はあのスルーですよ、スルー力ですよ、本当に iPad Pro に関しては疑いなく、まあその分を何か他のことに投資しますよ。ただ一応まあ物は見れたっていうことで、まあでもこうなってくると 12.9 インチも見てみたいわけするよな。なんか 11インチのやつがすごいいいなっていう印象はあったけど、まあ逆に 12.9 がそのベゼルがちっちゃくなった分で、サイズ的に一回りちっちゃくなったことでかなりそこの印象も変わってるだろうから、まあ、12.9 の2代目はないですよね。結構でかいんですよね。手持ちするにしても何にしても結構ベッドの中で横になって見るにしてもさ、なんか持て余すサイズだから、そういう意味ではね、11インチのサイズ感本当良かったね。はい、というまあ羨ましいなっていう話にしとこうかな。はい、じゃあ本当はもう一個だけ言いたいツッコミ要素があったけど、これはあの記録に残してはいけないかもしれないので、ポッドキャストのアーカイブに残らない時とかに言おうかな。すげえもったいぶってるけどさ、もう本当にこれはバスケさんのあのあれですからね、信頼問題に関わるからね、ちょっと自重しておこう。音はだからさ、相変わらずさ、もう昨日のドリ散歩で、あそこにスタートがあるけど、どうしよう、スタートで帰っちゃうかな。こいつで夜行けるかな。これで夜は危ないかな。スキップか、スタートじゃなくてスキップ。これでも、あ、なんかちょっと違うタイプだからね。あー、ローバッテリーだった。こいつはローバッテリーだ、道理で。あ、でもこのルート通れば、あ、フォードの電動ないか。あ、ここら辺になんかスタートもっとありそうだけどな。ちょっとないか、残念。いや、でさ、そうそう、あの昨日のドリ散歩でも話した話なんですけど、だと思うんだけど、もう自信がないけど、その今2段階エンコード沼にハマってるっていう話をしたんですけど、いや、 やっぱね、これ結構エンコード沼楽しいわ。あの、いかに CPU と、やばい、いかに今のまた叫んだ人が、これはドリ散歩見た人びっくりするパターンだよね。急にあのヘッドホンで聞いたら、どこで人が叫び出したんだってなるパターンだと思うけど、さあ、相変わらず、何せタスクマネージャーでさ、
CPU、GPU、ディスクあたりのアクティビティを見てて、なんせエンコードがその PC の最大のパフォーマンスを引き出してるときって、ディスク、まあディスクはいいんですけど、CPU、GPU が比較的こう、占有率がすごい高くなってるときこそ、まあ活かしてるわけですよ。まあ全部が 100% になるっていうのはちょっと難しいと思うんですけど、少なくとも CPU が先に差しちゃって GPU を活かしきれないとか、あの GPU のあの、パワーが足りなくて CPU が待っちゃうとか、そういうことがなんないようにお互いが、結構がっつり動くっていうのがすごい重要で、でね、結構これがね奥深いんですよね。あのダヴィンチで今1回目で、これもう超マニアックトークでごめんなさいなんですけど、あの、あ、またスキップがあったぞ。懲りずにチャレンジするか、あいつは乗れるか、一応トライしてみるかな。あのね、ここ、これいけるかな。乗ったら最後無口になるけどね。えい、お、いけた、来た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 、アンロッキング投げ、なんかネットが遅いの。めっちゃ時間かかってるけど、アンロッキング。今、アンロッキング。でも、アンロッキングって言ってるぐらいだから、いけてんだよね。確実に。サーバーが反応しない。ちょっと、もたもたしてる間に。こいつに、あれ ?Sorry, about try again の。サーバーサイドエラーの地図。あ、なんか Wi-Fi を拾っちゃってる。よくあるパターン。ほんと、野良 Wi-Fi 問題ですよね。さあ、来い。あれ?死んでんじゃないの?こいつ。ダメじゃん。いける気がしないぞ。なんだよ、お前もかみたいな状態。スクーターがレスポンスしないよって、完全に壊れてますね。来ないね、来ない、アウト。これ中途半端に、中途半端にアンロッキングモードになっちゃったから、これが止まってくんないと、なんかあんまり遠くに動けないんだけど。なんだよ、2発目の不発、ダメでした。なんかこうなると意地でも乗りたくなるんだけど、ないのかな、ないの、残念。あ、あそこに1台あったな、あっち側に放置されてるやつが。 AT&T パークのあっちか、あれは回収が厳しいな。こっちはもうなさそうだな、残念、無念。あそこのさ、あそこの44の、あの銅像のマコビーさんのところに1台ありそうだけどね。マコビーさんのところ行く?なんか、わ、なんか怪しい人たちが、なんだあれ、みんな赤い提灯のようなものを持った人たちが、すげえ現れてるし。なんだ?なんだこの人たちは。わ、すげえ人だけど。何の歩行集団?向こうはずーっと。すんげえ。しかもなんかドローン飛んでるし。マビック飛んでるし、マビックらしきもの。何なんだこの、ものすごい数の人たちが。うわうわうわ、結構怖いな。結構いるよ。
結構な数の人たちがずっと歩いてるけど、なんかイベントがあったんで、ね、すごい。完全にイベントです。イベントがどこらかで、いや腹減ったな、腹減ったっす。エンコードの話がこれはもう、あ、なんかすっげえ、あれ2台目あそこにも飛んでるけど、あれ同じやつかな、マビックかエアかわかんないけど、結構あれこんな夜に飛ばしていいんだっけ。一応ダメじゃない、一応っていうか普通に結構ガンガンに飛ばして、シルクドソレイユのテントが一気に出来上がってんだけど、あ、結構子供たちがジャイアンツの、あ、もしかしてあれかな、もしかしたらマコビーさんの追悼で集まってるとかそういう感じかな、もしかしたらそうかもしれないですね。あ、スタジアムもすごいライトついててなんかやってるな、イベントがあったのかもしれないですね。もう終わってる感じはするけど、ここはなんか太鼓まで叩き始めた、なんか日本の和太鼓だけど、完全にどんどこどんどこ、どういうことだ。さあ、あれ、あ、上を、頭上はやっぱりマビックだったんだ。マビックが頭上を飛んでるよ。さすがにマビックの音までは拾ってないかな。あ、ショック、こっちわざわざ遠回りしてスタート取りに来たのに誰かに取られた。さっきまであったのに、誰だよ俺の。うわ、すごい、このパーキングですげえでかいイベント出てたんだ、すごいな。これは追悼どころではないっすな。どころではってすげえ失礼な言い方かもしれないけど、あの別のイベントですが、うわうわ、またほらここでなんか誰、なんかでも医療系のイベントっぽいね。ダークネスオブキャンサーとか書いてあるか、なんか、あ、ここにいるんだけど一台、やっぱりこいついるんだけど、あ、これはスクートなんだ、また難しいな、スクートのアプリを。もうさ、なんかアプリがさ乱立しすぎてて、どのアプリ使えばいいんだよみたいな、レンタルシェアードなんたらが乱立しすぎ問題で辛いんですけど、どういうことっていう。さ、今日さ、そうそうそう、そうだよ、僕のネタあったんですよ。今日こそギガバイトのさ、ギガバイトを最近ずっともう完全にメインの編集マシンにしてて、何せまあもちろんデスクトップの方が全然早いんだけど、まあギガバイトの編集かなり、あのデスクトップ早いのはもちろん書き出しとかが早いんだけど、そのここ最近の試行錯誤のおかげで、編集をするまで、編集して書き出しするまでの時間は下手したらラップトップの方が早いっていう。もうあのギガバイトのやつ SD カードとスロットとかも入ってるし早いから、あの SD カードブスッと挿して取り込んで編集始めて、もうプロキシとか作らずにガン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 編集して、で、書き出しまで持ってく時間は、あの場所もね拘束されづらいし、結構あのダイニングテーブルでなんか半分ご飯食べながらサクサクとか編集できちゃうっていう状態になったんで、結構環境改善されて、これ自身はすごいいい感じで、ちょっと当面ねギガバイトのエアロ15やっぱりあの編集メインマシンにして、これいいなというふうに思ってるんですけど、あのその一方で僕があのギガバイトさんから提供していただいた、エアロ15は、エアロ15ってエアロ15ってエアロ 15X っていう上位モデルがあって、上位モデルだと GPU も1070で1個いいやつだし、あの SSD も
早いんですね。あの M.2 に NVMe の PCI Express、 ちょっと待ってね、これはさすがにね、これはさすがにうるさいと思うんですよ、すごいよ、よりによってみたいな。あの PCI Express 接続の M.2 で、刺さってる SSD が載ってるから、まあ何せ転送が数ギガ、3ギガとか出るようなちょっぱい SSD が C ドライブになってるんだけど、あの僕が今使ってる方は、それの、まあ、下の下位モデルで GPU は 1060、 CPU は6個あるんですけど1060で、SSD もね、M.2 なんだけど、あの PCI じゃなくて SATA 接続の方の SSD だから C ドライブそんなに速くない、500メガとか、まあハードディスクに比べたらもちろん全然速いんだけど、あの500メガバイトパーセカンドぐらいの転送速度のやつで、なんかすっげえワン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 言ってるけど、遠くでもなんか大変なことになってるけど、そんなに速くないですよね。で容量も1テラで、結構 C ドライブだから起動ディスクとか、まあダビンチとかアドビのアプリとかいろいろなの入ってると、もうそれだけで半分ぐらい使っちゃって、編集するのにすぐに容量が数日分の動画を編集しては削ってみたいな感じで、結構容量のやりくりが激しいなと思ってて、だけどゲーミング、もう2台目の救急車というか消防車が出動してるな、3台目が、2台、3台、やばいやばい、結構な、何が起きたんだ、結構激しい出動が。でもあそこのパーキングのところで止まってるけど、何なんだろう。そう、そんでね、さすがゲーミングラップトップは素晴らしいんですよね。でその廉価のモデルなんだけど、ちゃんと SSD のスロット、 M.2 のスロットは2個あって、拡張で PCI Express、バスに刺さる、速い、ちょっぱいで刺さる方のバスが空いてるんですよ。だそこに SD カード刺せば、SSD カード、SSD の M.2 のカード刺せば、D ドライブ拡張できるし、まあ、ある意味 D ドライブの方が、動画専用のスペースにできるんで、結構いいじゃんっていう感じになってて、ここに入れるかどうかを悩んでたんだけど、まあ、メインマシンでガリガリ使うんだったら、絶対容量増やした方がいいんだけど、まあちょっと様子見てたんだけど、ここ数日過ぎてるか、1週間ぐらい編集してみて、あ、これ完全に、編集マシン、どこでも編集マシンとしていけるなっていう、手応え得たんで、 SSD を増設、サムソンの970 エボプロじゃなくてエボの方、なぜならエボだと2テラがあるっていう、970一番新しいやつだよね、確か。あの、2テラの SSD で、しかも、あの、3ギガバイトぐらい転送出るやつね。買ったんで、それをね、今日こそ装着したいな。なんかあの、編集に使いすぎちゃって装着する間がないっていう、今状態になっちゃってるから、今日のこれ、ドリ散歩は、メインのデスクトップでやりつつ、でも最近そのいろいろ試行錯誤してたから、デスクトップと、ラップトップとどっちでも気軽に、もしくは並行して動画作れるようになったから、環境かなり改善できたんだけど、じゃあ今日はデスクトップにデータ取り込んで、編集はデスクトップでやりつつ、あれか、ラップトップの、SSD 増設する動画を撮らないといけないな。まあそんなことを考えながら今家に帰ってるという、そういう感じで、今日もなんか相変わらずのまったり感で長い間お付き合いいただきましたけど、3次元サウンドね、楽しんでいただければ幸いです。ということで、また次回、ではでは。一応思い出したようにちゃんとこう終わりの
解説を取るっていうことを今回は考えが及びました。ということで皆さんありがとうございます。ではでは、結構やっぱり ISO800 まで来ると明るいな。これはいいっすね。そしてぬるぬる